ということで、じゃあやりましょうか。じゃあ、それですね、今日はあの中国史の、テキスト持ってますこれ。持ってますよ。で、ここのところに中国史の判断制度まとめっていうのがあるんですけど、で、春光集で、やるのはですね、この中国史の判断制度なんですが、ここに数字書いてありますね。中国史が苦手な人は、まず何ができないかっていうと、何ができない、王朝がわからん。そうなんですね。王朝がいっぱいあって、それがごちゃごちゃになっちゃう。で、今日は、この制度とかをやる前に、王朝をまず整理しようと。で、王朝を整理する上で重要なのは何かって言ったら、王朝の名前。まあ、名前だね。あとは建国者。建国者。場所。年代。場所って何？都市。都の首都。首都の場所。で、もう一個俺がポイントにしたいのがあるんです。王朝につきものというか、滅亡するとき反乱。そう、反乱ですね。これを今日はちょっと整理をするということで、まあ、中国史を勉強する、まあ、一番最初の第一歩ですよね。ですので、手元にあの B4 の、まあ、白い紙、何でもいいんです。ブーズリーグでも A3 だろう B4 だろうが何でもいいんですが、その白い紙にですね、今日王朝を整理していって、まあ、中国史 の, その基礎を作っていこうと。これがね、本当ね、中国史のね勉強するときに、なんていうの、骨になるんですよ、軸になるというか。これがあるので、細かいところが後からその整理されて入っていくっていうのがありますので、それを今日はね、やりたいと思います。まあ、短時間でパッといきたいと思いますが、じゃあ最初に、記録に残ってる最後の中国王朝、最古の中国王朝。か、か。あ、そう、どっちかといい。か、か。いん、か。か、あれ残ってないのか。いん。あれ残ってないのがかでいい、残ってんのがいいんじゃないの残ってないのが、か。あ、そうだね。ほら見ろ。一応司馬遷の史記には載ってるんですが、まあ、まだこう確認がしっかりされてないということで、最古の王朝ですが、まだよく分かりません。まあ、一応ね、中国ではね、ほぼ実在してるっていうふうになってるんですけど、あの遺跡のまあ研究中ということですね。それを知ってる。で、今言ってくれましたが、この陰については陰居が河南省和陽県で見つかってますので、確実にも存在した王朝だということになります。で、か、陰と続いて、この陰の次の王朝なんだっけ、州ですね。で、これ何州、清州、清州ですよね。州ってのは、まあ、清州東州ありますので、で、ここから都何色で書こうか、これ緑、ね、いや、青っすね。いや、赤ですね。いや、赤反乱だろ。あ、じゃあ黄色、青見やすい。黄色とか、黄色とオレンジと赤だったら見づらい、混ざる。あ、まあ、これどうなんだろう、取った時に色として青でいいんじゃないですか。一応ちょっと見やすいところに行きましょう。州の都どこだっけ。高慶ですね。やるよ。高慶どこにある。現在のどこですか。まあ、現在のどこですか。南京。いやー違うですよ。伊水の領域です。あと50秒長江。伊水の領域だって言ってんだよ。なんで長江。西安。ああ、そう、まあ、現在西安の近くですね。で、この近くに高慶がありまして、で、これが後でこれ制度指導をやりますけど、封建制始めたのがこの清州ですね。まず制度指導を語りたいと思いますが、で、これが東州にこう移り変わるわけですけども、東州の都どこだっけ。東州の都はこれ映りますよ。東二州の東遷って言うんだけど、楽湯ですね。素晴らしい。やるよ。これ名前言わないけど、そっちも言うの、いいの。はい、あの C ボタンを押せばカットできますよ。あ、そうなんだ。はい、 C ってあるんで。うん、まあ、じゃあそこちょっと編集するわ、ちょっと頑張って。で、先週から東州になった時に何があったの何があったの。反乱があった。反乱じゃねえんだろ。まあ、これ一応四季のね、記載によれば、なんかが異民族が攻めてきたんです。あ、そう、西の方から異民族が攻めてくるんだけど、なんだっけ、あいつだよ、やつか、やつだ、剣獣、そういうことですね。で、この時にあった話がありまして、こう、先週の最後の王様が、勇王って王様がいるんですけど、奥さんがね、王子って王様、奥さんがいて、これすっごい美人だったらしいんですよ。で、すっごい美人なんだけど、美人だけど、分かった、はい、美人だから、周りからモテすぎて愛人がいっぱいいる。違います。美人ですごい端正な顔立ちなんですが、性格がクソ悪いです。いやー、子供が生まれなかった。違う。胸がないわけじゃない。そういうのやめてくださいですね。やめろよ、そういうのマジで。下ネタ嫌いなんだ。
知ってね、授業でね、授業アンケートでね、書いてましたからね、下ネタと黒い話しかしないって書いてましたからね、まあそれはいいんだけど、で、これ何かというと、笑わないんですよ、全然。笑わない王様なんですよ。奥さんなんですね。で、何をやってもやっぱりさ、好きな人だから、笑う笑顔を見たいわけじゃないですか。はい、ところがそれが全然笑わないと。で、そこで何があったかというと、その、ある時ですね、これ拳銃が攻めてくる時のために、攻めてきた時にすぐ対応できるようにその連絡する手段があったんですよ。ああ何煙をこう上げて、あっ、のろし、のろしがあったんですね。で、悪い検事が攻めてきましたっていうことしか、ああ来ましたっていうのがあって、のろしを上げて、まあ、封建制ですから諸侯がこう集まってくるわけですね。戦争だっていうか、いざ後継ですよ。で、集まってきた時に実はこれが誤報だったんですね。なんでですか。いや、まあそれは分かんないけども、まあ、攻めてこないんで、攻めてくるっていうのろしを上げちゃったわけですよ。で、それで諸侯が戦争だって集まってきたら、いや、それは間違いだしたというふうに言われて、諸侯がへってこう拍子抜けするわけですね。ああ、で、それを見て奥さんがクスッと笑ったんですよ。ああ、嬉しい、うん、で、それを見て王様がズクズクズクっとこう、ああ、やらなったわけですね。バキバキ、あ、そっから、なんでもない時に呼んじゃって、そうそれで信用がなくなって、本当に来た時に助けに来なかった、寝ながらになってるからさ、その通りで、これもう一回この笑顔を見たいわけだね。で、何回も何回ものろしを上げては、呼んで、のろしを上げては呼んでってやったら、最後本当に来た時にのろしを上げても来なかった、誰も来ませんでしたっていう、そういう話になりますね。で、王様殺されて、当主になりました。で、これが大きなポイント何かっていうと、当主っていうのはもちろん封建制の中で王様になってるんですが、これ王様の権力これ上がります、下がります。下がる。なんで、なんか各地に諸侯がいるから。まあそれはいるんだよ、もともと封建制だから皇帝さんと諸侯いるんだけど、ごめん、ね、これ権威どうなります、上がります、下がります。下がります、うん、なんで、うん、同じこと繰り返して、州の一族だけど、うん、州の一族が当主なんですよ。それは当たり前だろ。だけどその州って負けてるじゃないですか、一回。ああ、その異民族に攻撃されてるんですね。はい、で、負けてるとやっぱいつの時代もその一回権力が落ちちゃうんですよね。まあまあそうだな、それはまあおそらく一番近い説明だと思いますが、王様の権力が下がるということはどうやるかっていうと、この諸侯が言うこと聞かなくなるんですね。なので、この当主の時代も、まあ、一般的にはこの諸侯が勝手に争い合う乱世ということで、前半を春秋戦国時代、前半を春秋、前半が春秋時代で、後半が戦国時代。戦国時代、こっちもいいんだよ、君。いうわけですね。まあ一応王朝ですから、一応ね、王朝整理しときますけども、春秋時代が春秋の五派と呼ばれた有名な国が5つありますね。姓の漢方ですね。うん、まあ姓の漢方、秦の文公ですね。そもそも、ああ、そうそう、努力してるね。鳴かず飛ばずでね、有名な。はい、そもそも有名ですね、鳴かず飛ばずで、うん、あれ、本当は悪い意味じゃないんですよ。そうなんですよ、姓、秦、宋、あれ2つ、あと2つ、縁、ああ、そう、こっちだったね。よし、何つったどっちつった、五越、五越、同州、五越同州の五越ですね。ああ、普段仲悪い2人が仲良くなった。そう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 、例えば、お前ら2人が体育祭の時に一緒に二人三脚で走ってるような感じですよ。五越同州、あとはなんだ、ガシン召喚とかね、まあ、有名な人でありますけども、それがこの五越の話でありますが、これが春秋の五派ですね。で、これが秦が三つに滅亡、分裂してからを戦国時代っていうわけですけど、戦国の七雄、政祖信玄幹事長、待ってね、政宗宗信、政というのは三島半島ですね。宗が長江流域にあって、信一番西側にある信、縁、縁ってどこにあるの、左側一番上、政宗信縁、ここ縁、まあ、縁って言ったら基本的には絶対に敵意を指すよね。そうなんですよね。これ言ったじゃん、授業で言いました、縁を指定ってなんですよね。はい、縁で漢義長、漢義、ちょっと漢字が多いの字たくさんで申し訳ないんですが、長という7個があるんですね。1、2、3、4、5、6、7、これで戦国の七雄というふうに言うわけです。で、この戦国の七雄の中で一番強いのはどこですか。そう、信、まあ、です、そう、いや、信、
真ですよ。真が強い、なぜですか。最終的に天下を取ったから。なぜですか。キングダム。はい、キングダム。キングダムはいいの。キングダム大丈夫ですよ、読むのもいいですけど。ですよね。はい、15歳。あ、15歳もよく知ってた。誰やった。祖神ではないですね。祖神はむしろ神に対抗した人ですよ。長剣は全然違う。違うんだよ。あいつがいたんだよ。放火の将王だよな。そうだよな。高校に仕えた将王が強兵策をやって、最後ちょっと悲惨な死に方しますけどね。人がいたおかげで強くなって、秦王政の時代に、中国を統一するということになるんですね。ちなみに、春秋時代、戦国時代と 何に由来するの、この時代の名前。孔子のあれっす。うん。孔子の。うん。論文だ。違う、黙って。そうさ、使えないから、そんなすみません、孔子の春秋。孔子の春秋と戦国戦は戦国策であればね、あの祖神長義とかの十王冠の策が載った戦国策に由来しております。で、この春秋戦国時代を統一したのが、まだ書けるか。大丈夫かな。こういう回ですね。秦。ということで、都が黄色ですから、都は伊水の流域ですね。伊水流域の洛陽、伊水に面してない。関陽。関陽ですね。西安の対岸にあります。伊水の北岸の方ですけども、ああ、そうです。関陽。これは、ここの内外中心ですね。関陽で、大沢が緑でいいか。緑見やすい、見にくいから。始皇帝です。西安。せで、最初の国境だから始皇帝、始皇帝というわけですね。で、始皇帝いろんなものを統一しました。例えば、土陵公統一とか、何だっけ、貨幣か、貨幣何でした、官僚制、あとは金融平準、それは違うんですよ、ね、違うんですよね。思想の統一のために文書公授、文書公授、あとは文字とかも文字の僕、それは全然違うんですよね。で、そういうことをやったんですが、あとは何が言って大事かっていうと、軍権制やってましたね。軍権制、封建制と違って全国を、全部皇帝の管理下に置いていて、軍に中央から役人を派遣するという、軍権制を導入した。これはまだ制度としてね、しっかりやりたいと思います。ただし、ちなみにこれ、文書公授言った李氏ってね、結構悲惨な死に方してるんですよ。始皇帝が死んだ後、始皇帝最後不老不死の薬で水銀飲んでるじゃないですか。あれで分かんないですよ、体調悪くて死んじゃうんですね。で、その後に李氏も殺されるんですけど、李氏って最後ね、鷹山で殺されるんですよ。鷹山、鷹山、晴れの山、それは剣の剣。ああ、鷹山分かりますか。炎がドクドクする山。鷹って何だ。溶ける、溶けるじゃない。太陽の陽、腰痛の陽、腰痛の陽。腰じゃない、腰を折られるの、切る、残だから。ああ、そうなの。腰を切られるんですよ。だからさ、残暑だったらいいですよね。こう、スパッとこう一発でこういけるわけですよね。だけど、鷹山って腰一発で切れます。切れない。これだからきついよ。だから、鷹山最後に手と足を切った後に腰を切るんですよ。手と足を切る必要は、手と足を切った後に腰を切るっていう、そういう殺し方で死んだそうです。放火の人ってろくな死に方しないですよね。将軍にしても、官兵にしても、李氏にしてもね。どうやら死ぬ。で、その後、始皇帝が死んだ後に、中国最初の農民反乱である、五祖七国の乱。違う、秦将五号の乱ですよね。秦将五号の乱が起こって、これ、秦将と五号が起こした乱なんですよね。乱が起こって、中国が大混乱になっていくということですね。王侯将相逸軍と手話乱という有名な言葉がありますけど、で、この秦将軍の乱の後に、王将じゃないんだけど、2人の人物が争いますよね。その項羽と廃校ですね。廃校ですね。竜王、漢文でおなじみな四面楚歌。そうですね、四面楚歌の話しているような項羽と劉邦の対立があるわけですが、項羽ってどういう人物ですか。項羽は強いんです。項羽は強いんですよ。そう、強い。項羽が乗ってる馬は水っていうのをよく知ってるね。で、その美人の妻がグですよね。
あ、なんで知ってんの？で、四面楚歌。あ、四面楚歌。まあそうだね。一般教養です。一般教養です。一般教養ですか。はい。四面楚歌大好きなんです。みんな1コースはこんぐらいぐらいランチを行かんせんってやりました。はい。はい。あ、全部覚えてる。はい。いつやったんですか？今日っす。それがいいね。なるほど。で、このゴーと龍王で、まあ、ゴーはもう完璧な人間ですね。あの能力はあのイケメンだし、まあ、身長すげえ高いんですよ。あとは力もあるし、頭もいいしということで完璧な人間なんですが、龍王がどういう人間かっていうと、なんか怠け者。まあそうですね。あのね、まあ農民だっていうふうに言われてるんですけど、農民って言ったらね、あの農民に失礼ですね。お親父は農民です。親父は飲んで、本人はニートですね。飲んだけれどハゲ。そう、まあそうね、あのいつも居酒屋に、これ居酒屋無料なんですよ、龍王って。なんで無料なんですか？あの、不思議な魅力があったらしくて、龍王がいると、居酒屋に変な連中がいっぱい集まってきて繁盛するから、龍王の酒代はタダっていう、そういう話があったらしいですね。で、35ぐらいのニートで、35歳で初めて仕事をついたんですよ。これ何だと思う？牛。仕事だよ。牛になりきる。それは違うじゃん、見直すの皇帝、皇帝になった。いや、それはさ、最後になるんだけど、UFO はこれで何やろう、警察官なんですね。めっちゃ嫌いと思うんですけど、警察官になっても働かなくて、最後で、ね、何をしたかっていうと、警察官で囚人を護送中に一緒に脱走するっていう仕事をして、それで辞めるんですよ。で、その後山賊になって、で、陳謝を動くに乗じて、なんか反乱をしたりするんですね。で、まあ、不思議な魅力でこう人材を集めていって、有名な人いっぱいいるんですよ。張良とかね、関心とか昇格とか、まあ、いっぱいいるんですけど、戦うんだけど、こうどっちが強いこれ。こう、うん、絶対こうが強いですね。はい、圧倒的にこうが強くて、まあ、劉邦は何回も負けるんですよ。で、ある時は、あ、これね、あの、こういうことがあってですね、劉邦負けました。負けて、王がこう逃げてますと。で、馬車が何なんだって逃げたんですね。はい、で、それで、あの馬車の、まあ、御車を操る人がいて、後ろにこう荷台があって、で、後ろの荷台に劉邦と息子2人とね、火災道具かなんか連れてあったんですよ。で、スピード出ないじゃないですか。もっと速くっつって。どうする蹴る。息子を蹴り落とす。そう、まあこれね、火災道具最初捨てるじゃないですか。まず全部。で、最後、この息子2人も捨てちゃったんですよ。最低だな。で、これすごいのはね、この御車の人がこう運転しますよね。で、うまいやつで、気づいたらなんか、後ろから男の子の泣き声するわけ。で、それで見たら、こう、リュウが投げてるわけですよ、子供を。で、どうするかっていうと、一回止めるのよ。なんで？一回止めて、走って、この子供をこう抱えて、こう乗せるんですよ、馬車に。で、いいよで、行くと思うじゃないですか。行かないですよ。これ、まずね、リュウに説教するんですね。あ、だからお前はなんだっつって説教して、で、劉邦もね、こいつは面白いダメ人間なんだけど、自分がダメ人間だってことよく分かってるから、あの、しっかり入っつって素直に聞くんですね。で、それで出発する。で、出発でしばらくするとまた怖くなくなるんですで、同じように3回やったんですね。で、3回やって、ちなみに御所の名前も、あの、加工園っていう名前残ってるんですけど、まあ、そういうことやるんですが、最後は有名な四面楚歌のお話がありまして、劉邦が勝って、なんていう意味するの？あ、カーンですね。これでカーンっていうのを作る。まあ、ニートから皇帝になった人物ですね。で、カーンはまあ一応ね、全巻5巻がありますから、まあ、これ一応全巻。都は、長安。今の長安ね、ちょっとずれてますよ。あの、長安の、西安のね、空港からこう行くときにね、あの、古い長安通りますよね。長安で、皇帝が劉邦ですが、まあ、一応皇帝としての名前、皇祖のね、一応皇祖と思います。で、劉邦は皇祖の時代に漢が作られて、まあ、一応こう大事な制度でいうと軍国制がありましたね。まあ、制度史でありますが、封建制とこの軍権制を組み合わせた制度というのが作られます。で、これが大きく変わるのが慶典の時代で、で、慶典の時代にある反乱が起きましたね。五祖七国の乱。そう、俺もこれ発音はあんまできないんですけど、五祖七国の乱、五祖七国の乱というのができまして、やっと活躍できた。今まで活躍ができなかった。これどういう話ですか？待って、自分からなんか土地を取られるかなんか、なんかビビって、だいうどういう農民の話？
いや、諸侯。そう、諸侯の話ですね。これは、土地報道を取り上げられそうになった諸侯が、まあ、ちょっと個人的な部分もあったんですけど、反乱を起こしたんですが、成功したか失敗したかっていうと、あれ失敗。失敗して鎮圧されたんですね。鎮圧されたので、諸侯が潰されます、はい。そこに新しい諸侯を置きますか置かない。置かない。もう独裁制度に変わる。何を置く何を置くのそこに。諸侯置かなかったら、これだと軍を置くんですね。軍を置いて中央から管理、役人を派遣して統治するということで、だから元の主張がすごい大事で、これを契機に軍国制が事実上何制なの？軍権制。そう、軍権制に変わってくるんですね。で、中央集権が、まあ、よく世界史の授業で言いますけど、国内が固まったら次は国外に。国外に。ということで、次の武帝の時代に、郷土を攻めたり、南越を滅ぼしたり、越朝鮮を滅ぼしたり、まあ、金がかかっちゃうんだけど、そういうのをやるのは、この時代、この五祖七国の乱で中央集権体制を確立したから、武帝の外政があるということですね。ところが、まあ、これが、最後のことになると、まあ、宦官、外戚、あと地方だと豪族の伸長があって、これが衰退をしていきまして、新という国が出てきます。まあ、都ちなみに長安のものですかね。建国者は誰ですか？大門。大門、外籍で儒学者である大門という人物が登場いたします。漢字間違い気をつけてください。まあそうですね、漢字ほぼ一生のうちこの人にしか使わない漢字だと思います。で、大門というのは儒学者ですから、いつの時代が理想なの？ちょっとなんか結婚一個まあ出てきてますよね。あれですよ、当主とか。まあまあそうだね。そもそも皇室っていうのは、この春秋時代の乱世の前の秩序ある時代に戻そうとしたので、儒学者というのは去年春の時代が理想なんですよ。で、それがね、まあ大体1000年前だ。1000年前の春の時代の制度をそのままやっちゃったんですよ。合うわけがない。合うわけがないよね。で、大混乱になります。で、大混乱になって、この反乱、混乱してますっていう知らせがですね、次々にこう、大門とやってくるんですけど、これね、記憶によるとですね、大門がね、この報告書をずっとこう見てたらしいんですよ。で、見てたんだけど、その、もう徹夜で目が真っ赤だったらしいんですけど、なんで混乱するかわかんないんですよ。で、そのうちに、なんかいたことがあってですね、警察官かなんかが、農民の青年かなんかを殺しちゃったんですね。商人か農民かなんですけど、で、その、おばあさんかお母さんかなんかが、老婆ですよね、怒って、反乱を起こすんですね。すごっ。一般のおばさんが一人で食わんのって反乱してたんですよ。で、反乱の目印に、みんなで何をしたかというと、眉毛。そうですね。眉毛を赤く塗ったので、これを赤身の乱。いうふうに言うんです。で、これで大門どうなったかっていうとね、これショックなんですよ。まあ、ある意味なんていうんですか、漢の、前漢の最後の方っていうもう悲惨ですからね。人食ってるような感じの時代もあったので、まあ、それを正そうということで、秦ができたわけですが、混乱してしまう、反乱をする、なすだっていうことで、最後ね、大門ね、どうしたかっていうとね、なんかね、狭い、暗い部屋かなんかに、その、こもり始めるんですよ。で、薄暗いところに座ってるんですよ、ずっと。で、部下が、大丈夫ですかっていうふうに聞きに行くと、なんか持ってる。ひしゃくってあるんですよ。ああ。これ、水をこう、すくうやつ。これは。これなんかね、ひしゃくみたいなものをこう持って、なんか揺れてるんですよ、これ。で、このお守りを持つと反乱軍が消えるのだとかって言って、ちょっとなんか心かに風邪ひいちゃったんですね。少し動揺する。で、その結果、最後はね、赤面乱が、反乱軍が、その、長安までやってくると、その時はさすがにね、逃げたらしいんだけど、飛脚持ったまま逃げたらしくて、で、そのまま捕まって安田になったっていうね、そういう話が残っております。で、この秦が滅亡した後に、どうなったかといったら、五冠が再興される。はい、宮古どうですか？五感でしょ、うん、長安。いや、これね、長安から変化するのがポイントですね。確かに。楽言うですね。楽言うですね、昔は。楽言う。まあ、これね、地方都市の地図を後で確認しますが、五感の楽言う。で、建国者は、漢だから当然名字は、名字は龍で、龍州。皇帝としては、甲武帝ですね。
あの漢の和の名の国王の金印あ、誰かの皇帝の時代です。で、五感の時代というのは、まあ、有名な人が今藩長藩の兄弟とかね、上元とか宦官の西院とか、まあ、有名な人がいる時代ではありますが、まあ、それを細かくやっていただいて、最後になると五感もやっぱり宦官と官僚の対立が激しくなっていきます。宦官が官僚を弾圧した事件が2世紀の半ばから後半ぐらいにかけて起こるんですけど、東湖の木、東湖の木、素晴らしい、それもちょっと出てるっていう、これちなみに僕も出てきてました。言ってください。僕もでも先生がやっぱ質問を投げかける前に言うのは良くないかなと思って。え、言わなかった？いや、何ですかまで言ったら俺しか言おうと思ってた。分かりました。はい。で、東湖の銀の混乱の後に、もうこの太平洋の聴覚が起こした反乱が、黄巾の乱。何ですかって言ったら何？やりが。まあ。5分ですね。で、これを、まあ、五感はコントロールできずに豪族の力を借りて鎮圧するんですが、その後、中国は3つに分かれていきます。まあ、曹操というね、人物が出てきて、中国統一寸前まで行くんですけど、あの赤壁の戦いで、負けちゃいましたので、曹操の息子とそれ以外の曹操を破った2人の豪族によって国が3つに分かれていくと。で、これ3つの国言えますよね。ギーショコソス、ギーショコソですね。ギーショコソス、で、都が、あの五感から銀ってこれ禅城なので、禅城の場合基本都変わらないですね。前回からシーンもそうですけど、ラッキー直の都は麻婆豆腐が正直ですね。はい、五の都は県庁ですね。現在の北京の近く、南京、全然南京、南京ですね。長江流域、下流域の南京が、昔は県庁という名前でしたが、で、建国者が魏が曹操の息子である曹丕文帝ですね。蜀が、まあ、これ漢のね、皇族を自称したんですけど、劉備、B ですね。五の孫権、孫権、お父さんの名前も孫権、孫権、孫権、まあ漢字違うの、兄貴は孫作、孫作ということですね。さあ、でこの魏蜀呉の三国がありまして、一番弱いのはこの蜀が弱いですね。まあ、諸葛孔明という有名な人がいましたが、この人がいなくなった後に敗れて負ける。で、ところで魏がもうこれで統一するのかなと思いきや、蜀滅亡の2年後にですね、魏が部下に取られると。で、できた国が秦、そうですね。秦、まあ、この秦は精神とも言いますが、精神に乗っ取られて、これも、ね、一応全長ずつの都は楽曲のままですね。建国者誰ですか？あいつだよ。芝中のお父さん。よく知ってる。はい。芝園の次が芝公なんですね。芝公は全然時代が違います。芝公あれだよ、北宋の歴史家です。立ってください。まあ、とか史実数学みたいな、史実がね、はい。で、芝園という人が、まあ、おじいちゃんとかすごい優秀な人だったんですかね。諸葛孔明の間なので、で、芝園はこうすごい、気をつけした時に手が膝に触れたという、手の巻きこうやった時に、ここまで手があったんですよ。キーパーうまそうっていうまあ、そんな人がいるのかなと。あ、おじいちゃん、おじいちゃんちなみにね、スワッパーは180度首だけ後ろに回るっていう。どういうこと？できないな、これで。こういう状態でこうグググググググって後ろに回っていく感じ。昔のことだから変えたい方がエクソシストみたいな。青の青のエクソシスト見てないんですよ。青のエクソシスト見てないんですよ。何すんの？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 
で、この芝園が最後はそのゴムを滅ぼして、あの破竹の勢いってことがね、その時にもあるんですけど、中国久しぶりに統一をしますということです。で、まあ、宣伝会合みたいな、ね、非常に重要な制度もやるんですが、まあ、先ほど言った通り芝園、これ息子がちょっとね、やばい人だったんですね。あの生前からね、もうちょっとやばいんじゃないかって言われてて、あの弟も優秀だったんですよ、芝園の弟が。カットできますよ、 C っていうボタンを押せばいいんですよ。何なん、 C って何？お前コントローラーじゃないですか。日常革新のさ、編集の動画見てないよ。1ファイルをこう分けることはできるんでしょ。できます。あのそのパソコンでそういうソフトに、あの日常革新の2本目の動画を見れば、編集の動画見れば、まあ、探すわ、ちょっと探して。いや、切り取りはできますよ。できる、切り取りは。切り取って繋ぐこともできる。はい、そこだったら全然できます。いらないところにこうやってヒューってってスポーンと抜いてポーンと繋げる。難しそうだな、それ。多分僕たちの方ができますよ、ね。山中さん。まあ、それ聞くわ。山中先生のやつもない、これカットされてる。知らないです。山中先生は見たことないですよ。まあ、そろそろ、別に。はい。はい。ということで、もう一回さっきの話をすると、しばらく息子としてやばくて、で、弟がすごい優秀だったので、弟のほうに継がせた方がいいんじゃないかって話だったんですけど、結局息子に継がせるんですね。なんでですか、息子が好きだったの。まあ、それは可愛いわけで、子供が一番。で、しばちゅうっていうのピカチュウみたいな名前のおやつがいまして、それがね、ほんとダメなんですよ。ある時、部下がですね、いいんで、涙ながらに、その、民は米がなくて飢えておりますみたいな話をしたら、米がなければなぜ、お菓子を食べればいいのか。お菓子じゃないの。まあ、肉です。肉を食べないみたいなことを言ったぐらいなんです。なんか似てるのありますね。ありますね。なんでしたっけ。なんでだったっけ。はい、これは皆さんに答えてもらいます。画面の奥の皆さんに。はい、いきます。3、2、1。そうですね、マリー・アントワネットです。まずね、バカなければブリオッシュを食べればいいじゃないという話がありますけど、この芝園が、芝園の息子芝中が、これ最後死ぬんですよ、なんかね、餅かなんか食って死ぬんですよ、最後ね。物理詰まらせるんですよね。詰まらせるのが毒が入ったって説もありますけども、あの死ぬと。で、そこで、芝一族の反乱で内乱である八王乱というのが激しくなりまして、でこの八王がですね、まあ、やっちゃいけないことするんですね。自分たちの勢力アップのために異民族をこうやっちゃった使っちゃうわけですよ。で完全にその後コントロール不能になりまして、うん、これは A 化の乱で、A 化の乱でどこに滅ぼされるの。なんか異民族のあれっすよ、ね、まあ午後2個だな。なんだっけな、出てこない。千里なんか、これ京都なんですね。南京都だと思いますけど、京都に最後滅ぼされて、うん、精神が終わります。で、終わりそうなの。いや、一旦ちょっと止めて、一巻が俺、一部って感じ。ここまでで一部ですかね。